こんばんは、トシャケでございます。ですね、本日6月2日の深夜12時50分なんですけどね。はい、先物爆上がりです。プラス 0.6%。ビックスもね、マイナス 11%、ソックス 1.3% 上げでございます。で、まあ本日ね、スマスオ関連もね、かなり全般的に上がってまして、まあいい感じにいってるかなというところなんですけどね。はい。と、その前にね、ちょっと FTEC をね、ちょっと紹介してみたいなと思います。で、FTEC は本だけの部品会社なんですけど、決算説明資料に、書かれてるんですけどね。TE というメーカーのね、売上今、ぐんぐん上がってるんですよ。で、TE はどこかっていうのもテスラしかないですよね。で、テスラといえばイーロンマスク。で、イーロンマスクが今中国に行っててってところで、ちょっとね、そういった思惑買いが入ってきそうなところ、プラス、低 PBR 割安ですね。まあ、ちょっと利回りはね 2.6% なんですけど、でなおかつ決算もね、これまたいい決算出してきてるんですよね。ここいや本当ね、こういうね会社いいっすよね。弱気なとこじゃなく、うん、まあもちろんね無理に出すっちゅうのはあれですけど、やっぱそういうチャレンジングなとこいいかなと思いますね。うん。で、まあ、週足で見てもね、チャートは右肩上がりの上昇トレンド。まあ、これも順張り投資ですね。うん。で、日足で見ても、こんな感じというところで、これはね、ぜひちょっと押さえてほしいなと思います。で、スマスの関連もね、今日全般的に上がりまして、なんかようやくね、うん。なんか決算終わって長い冬越したなって、まあ、我慢したなって感じはすごいしてますね。はい。で、おそらく、個人的には今日は結構ね、転換点だったかなと思います。もうね、第3部、エジプトに着いたぐらいですかね、ジョジョで言えば。で、まあ私ね、ジョジョはまあ2部が一番好きで、シャボンカッターのね、ワムーの場面、あそこが最高に好きなんですけど、ただね、今日の一言で表すんであれば、本当にね、7部のスティールボールランの、ジャイロとジョニーの名言がね、ほんと身に染みましたね。うん。待ちに待ったって感じなんですけれども。まあね、早速見ていきたいと思うんですけどね。まず、フィールズ。今日私ね、もう、ずっとデスクとかにいたんで、結構フィールズ、うん、ちょくちょくね、やってましたよ。で、この下げ。で、ここのね、上げで入りましたね、まず初段。初号機ここで入って、で、ちょっとね、このあたりで、10時半ぐらいから、ちょっとね、下がってきたね、このあたりで抜けたんすよ、一旦。これ理由があって、ハンセンがね、ちょっと弱かったんですよね。で、ハンセンが弱いのを見て、で、日経もちょっと反応してて、フィールズを見ると、ちょっとね、弱かったんですよね。ここもしかすると、ハンセンの動きとちょっと似てるのかもしんないなと思って、で、案の定ハンセン下がったんですよ、グーン。で、こっから今日ダメかなと思ったんですけど、ハンセン指数見るとね、切り上がってたんですね。で、なんでついていっててって感じでやったんですけど。ここ中国のね、売り上げまず海外で、取り組んでいく第一弾としてやってるね。そのあたりの、うん、ところもやっぱ気になってるのかなと思いました。まあ、一つね、フィールズ見るにあたって、10時半からのハンセン指数もね、見るとちょっと参考になるかなと思います。うん。で、まあ、冷やしで見てもね、うん。ようやくね、反発、してくれそうな感じ。まずはここまででグイーンと抜いてほしいですけどね。はい。でもフィールズはいいんですけど、三強、うん。三強ね。やっぱりね、もう、法則通りの動き。ぐいぐい超えてきましたね。で、今日ちょっと私はね、昨日引けで入ってもう売っちゃったんですけど、今持ってないんですけど、ただね、明日もね、入りたいと思います。まあ、地合いがね、良好なのも
ってあるんです。明日はねちょっと終日行くんで出てしまうんで、もう寄りで買うかどうかってすげえ迷ってるんですけど、ちょっとなんでこういう日にって感じなんですけどね。スマソ関連第3部のそのエジプトから始まってたんですけどね、あのスマパチがかなり不調じゃないですか。近くのホールさん行かれても多分スマパチ導入ってほとんどないと思うんですけど、なんでそこのね、規制がね、ちょっと変わるみたいなんですよ。出玉が増える。ちょっと私もね、その後詳しくないんであれなんですけど、裏研修のパチンコ店長だったかな。はい。すごい参考にさせていただいてる動画、YouTube の動画なんですけれども、そのね、方の話では、ミドルタイプ、199、ライトミドルか。そのあたりのね、右打ちがオール10ラウンドの継続率 84% ぐらいの、出玉率が高くなる。ただ、マックスっていうか、今のマックス319で、349かな、スマパチだと。そこじゃなくて、それより1個確率が低いところ。まあ、中盤のね、当たり確率のところの出玉とかを増やしてサクサク当ててやるっていう感じ。まあ、なのでね、そのあたりを緩和してくるとなると、結構ね、パチンコメーカーにとって追い風になるかなと。やっぱパチンコといえば三強っすよね。サミーはどっちかっていうとスロットですし、もちろんパチンコでもありますけど、で、ユニバーサルのどっちかってやっぱりスロット。で、まあ、平和は両方やってるかなというとこと、これね、富士商事がね、なんで昨日5万株がなんか無限に湧いたりとか、1万株の、板がなんであったか、多分ですけど、これ、100% じゃないですけど、買ってますね、あれ。多分知ってたんですよね。富士商事多分恩恵あると思うんですよ。富士商事スロットよりもパチンコの方が強いですから、どっちかっていうと。個人的にはね、リングのスロット大好きだったんですけど、手が落ちるやつ。なんでね、これ、富士商事、全然ありやと思いますよ。はい。なんというところですね。なので、三強が来ればね、もう皆さんわかる通り、フィールズですよ、やっぱり。来ますよ、フィールズ。三強とフィールズね、仲がいいんで。でも、富士商事が来れば、マミヤでしょうと。マミヤもね、今ほんとこの位置なんで、こっからはありそうですよね、ってとこですね。で、まあ、マミヤが来れば、ユニット関連も私は来るなと思いました。ニュース見と、裏研修さんの動画見て、直感的にね、思ったやっぱり、パチンコメーカー来るなと。ただね、ユニットメーカーも多分スマスロの方のユニットって多分織り込んでないんじゃないかと思うんですよね、今期の業績に。まあなんでね、そのあたりの業績を織り込むってくるとなると、多分株価ってこの位置超えてくるかなと思うんですよね。ちょっとまだここはね、初号機の段階なんで。はい。ただね、一点気がかりなのは、スマスロの、もしその規制緩和がなるんであれば、早くて9月っていうお話もあるみたいなんですけど、その間ね、スマスパチの機種って多分売らないと思うんですよね。まあ、売れないから。
ということで、そこはちょっとネガティブなところかなと思うんですけど、ただトータルで見れば、業界にとってもいいお話だと思うんでね。はい。十分あるかなと思います。で、まあね、ジョイコが来れば大黒来ますよね、もちろん。もう大黒はね、どっちかというとフィールズと似たような動きしてるんですよね。で、これ比較チャートで、うん、今日の1分足とかで見てみると結構ね、似た感じなんですよね。この通り。ちょっと5分足だったらあれか。ちょっと離れちゃってるんですけど、1分足見ると、うん。フィールズが動けば大黒も動くみたいな、そんな感じだったんで、これもね、結構やりやすかったんですよ。はい。なんでここっすね。フィールズが第2弾で上がり始めたので、で大黒まで来るなと思って、はい、今もう大黒も売っちゃったんですよ。ないんですけど、ないで明日帰ろうかなと思ってるんですけどね、大黒は。はい。っていう感じでした。まあね、もちろん大黒が来れば、まあちゃんも来ますよ。うん、それももちろん。まあちゃんも来ると。いうところで、今回のね、押し目、下がったところも完全な押し目になるかなと思ってます。はい。できればね、もう一回買いチャンス与えてくれって感じなんですけれども、そうは多分、いかないかなと思うんですけどね。はい。まあ、この3兄弟は、来るかなと思います。え、グローリー。グローリーね。私、相性がものすごい悪いんですけど。うん、ただ、グローリーもね、来るかなと思いますよ。今、二日連チャンの陽線とこの割安感とっていうところで。やっぱこれもね、動き出す兆しですよね。はい。まあ、なので、このユニット関連もおそらく来るかなと思います。スマソ関連、多分ね、スマパチ関連は読んでないと思うんでね。はい。じゃあ、大泉どうなのっていうと、泉はね、ちょっとクソ決算だったんですけれども、まあ、ぼちぼち許してやろうかみたいな、このあたりまで来たんでね。はい、ここもちょっとチェックした方がいいかなと思います。で、まあ、個人的には、やっぱ平和ちゃんもね、気になるとこですよね。200日割って、もう割安感出てるんでね、かなり。まあ、ここもね、あるかなと思います。まあ、全体的にね、多分来るなと思うんですけど、その通りに行けば。で、中でも、大穴、そしたら現代エージェンシー。もうちょくちょくね、私なんか、この時からかな、現代エージェンシー推しです。だったんですけど、多分ね、今ね、この位置でもね、結構な買い時だと思ってます。いや、これまあ、あくまで妄想話なんですけれども、その、やっぱりね、MAX 級、MAX タイプ、399に戻すとなると、ユーザーって行くかってなると、なかなか行きにくいと思うんですよね。正直399ってなかなか当たらないですし、319と399の壁結構でかいなと思うんですよね。399って当たりにくいんですよ。でも319の方、正直319と399だ、319の方が戦績はいいんですよね。なんで399に一気に戻すよりも、その、99とか、アマネジとか、199とかで、まあ、できる限りサクッと遊んで、あれ儲かるやみたいなところでユーザーを増やす戦略の方が、なんか今回の、その、もし199とかで行くんだよ、それはね、かなりいいかなと思うんですよね。はい。
まず客離れをなんとかしないといけないところあると思いますので、で、そうなってくると、現代エージェンシーだったかな、どっかのアンケート調査で、その、パチンコ関連の広告を打って、広告を見てきたって人が割合なんですけど、ちょっと N 数忘れてしまったんですけど、だいたい半分、チラシを見て、来店してるっていう、えぐいっすよね。コンバージョン率が 50% っすよ。こんなんないっすよね。コンバージョン 50% なんて。で、今ね、規制緩和して、広告の、店舗の外にもね、出玉数と書いてあるんで。やっぱそうなってくると、やっぱ客寄せというところで現代エージェンシーもね、多分追い風になってくると思うんですよね。今どっちかっていうと、その売り上げを減らして、他にも行こうとしてるんですけど、パチンコの売り上げ見込みが、まあ現代エージェンシーにとってもね、もう、縮小傾向なんで、どっちか保守的に見てるんですけど、そこが増えれば、多分現代エージェンシー。うん。全然ちょっとまだ伸びしろが変わってくるなと思うんですよね。で、ここね、ほんとね、いい会社やなと思うのが、自社株買い発表してもうね、3分の2ぐらい買ってるんですよ、すでに。まあ、これ戦略的に買って、もう上がると見込んで買ってるのか分かんないですけど。でこれおそらく全量ね、焼却してくると思うんで。この規模のね、会社がそこまで、それをやるって結構ね、いい会社だと思うんですよね。株主思いの。というところでね、私は結構現代エージェンシーは推してます。はい。なんでまあ、まずはね、500円ちょっと超えてほしいんですけど、というところですね。はい。というわけで、明日もね、今のところは、先物も上がってるし、まだまだね、まあもちろん半導体が、資金は集まると思うんですけど、明日もね、スマスロは、上がればいいんですよ。資金は集まんなくっても。こういう時こそ仕込み時なので、できればね、ほんと目立たなくって欲しいんですよね。はい。で最後にちょっと株単のテーマランキングというところで、多分ね、スマスロ関連入ってきてないんじゃないですか、今。半導体生成 AI とかね、パワー半導体。で、まあ、インバウンドも狙い目ですよね。今日、強烈面でと私も入りましたし、ワシントンもね、ちょっと買っちゃいましたし、みたいな。リゾトラも買っちゃいましたし、みたいな。はい。どっちかっていうと私もテーマでちょっと何名かとか絞ってそこに入れてるんですけど、ねえ、やっぱパチンコ感25位っすよ。うん。なんで明日がね、ちょっと金曜日ってとこもあるんですけど、まあそこはね、打診でちょっと買ってみてってところは、うん、いいかなと思います。まあ、波でデコボコすると思うんですけど、ちょっとね、ある程度の、うん。損切り覚悟しといて、打診で行った方がリスクリワード今、いいと思うんでね。はい、チャンスかなと思ってるんで、渡しましたね。ちょっと終日見ることできないんですけど、ちょっとガツガツ買っていきたいなと思います。以上です。